スミツイン議長は国務大官4位の官職である、イギリスの内閣の閣僚職の一つ、イギリス国王の諮問機関スミツインの事務局を所管する。スミツインは15世紀初め頃に成立し、特にチューダー長期以降に国政の中心機関となった国王諮問機関である、複数名のスミツ顧問官によって構成される。初めてスツイン議長に就任したのは、 確認できる限り1530年に就任した初代サフォーク公爵、チャールズ・ブランドンである。名誉革命後には議会政治、政党政治の発展に伴い、数密院議長は政権交代によって交代する閣僚職の一つとなった。また、近代以降にはその役割は縮小していき、数密院副議長が所管していた教育委員会は1899年に、 数密院から独立すると役割をほとんどなくした。当初は貴族院議員が就任するのが伝統だったが、1854年に庶民院議員だったジョン・ラッセル教が首相の第4代アバディーン伯爵ジョージ・ハミルトン・ゴードンに無理、強いして数密院議長に就任したことでその伝統が初めて崩れた。その後も貴族院議員が務めていることが多かったが、 1930年代から、庶民委員議員が務めることも増えていき、現在は、庶民委員内総務と兼務していることが多い。数密委員議長は、以下の大学でビジターを務める。所属政党保育党、党リー党保守党ピール派自由党自由党一党、労働党挙国派労働機構挙国派自由党自由、民主党を、ありがとうございます。